トマスビルはアメリカ合衆国のオスカロライナ州中央部デイビッドソン郡の都市である。2010年国勢調査での人口は26,757人であり、デイビッドソン郡では最大だった。ピードモントトライアド地域に入っており、近くにはハイポイントや歴史ントン各市がある。町は1852年に設立され、州内での最古の祭りである皆の日を開催している。 州内の最古の鉄道駅があるなど、鉄道を中心に発展した。現在は家具の製造業で著名であり、ザビック・チェアーは市内でも最も目立つ印になっており、鉄道駅からも数百フィートの位置にある。ジョン・ウォリック・トマスは1800年6月27日の生まれであり、22歳になる時までに、シーダー・ロジ地域に384エーカーの土地を所有していた。 モーゼス・ラムベスの娘、メアリー・ラムベスと結婚もしていた。30歳になると、衆議会会議員になった。1848年、衆上院議員になった。トマスは、デイビッドソン軍に鉄道を通すことを推進し、金も投資した。鉄道が建設されることがわかると、1852年には、現在の西メインストリートとセーラム通りの角に、町で、 最初の店舗を建設した。町は設立者にちなみトマスビルと名付けられた。1855年、ノースカロライナ鉄道がデイビッドソン郡を通って建設され、11月9日にはトマスビルまで開通した。1857年1月8日、トマスビルが法人化され、この時の広さは1平方マイル。鉄道の線路が町を南北に2分していた。 1860年、トマスビルの人口は308人だった。南北戦争後に217人にまで減ったが、1880年には450人、1890年には751人に回復、増加した。ロングビルホワイトハートがおそらく町で初めて家具を作ったものである。家で座面が分かれた椅子を製作した。 D.S. ウェストモアランドも1866年から家で椅子を製作し、その工場がランドルフ通りとなったところで1879年から創業したが、1897年に消失し、再建されることはなかった。最古で現存する工場は1898年に建てられたものであり、スタンダードチェアーのものである。その他の家具製造会社としては、ラムベスファニチャー。 トンプソンチェアー、クイーンチェアー社があった。クレーマー・ファニチャーは1901年時点で、南部では2番目に大きな家具会社と言われていた。トマス・ビル・チェアーは1904年創業であり、間もなく、町では最大の家具製造者となった。1916年までに、自然体で1日に2000客の椅子が作られていた。1909年、ジュエル・コットン・ミルズとアマゾン・コットン・ミルズが、 トマスビルでの新たな製造業である繊維産業となった。バーリントンのセラーズ・ホージャリー・ミルズが1913年に開業し、トマスビル・ホージャリーは1916年の開業だった。ピューリッツァ賞を受賞した著作家ダグラス・クリーマーがトマスビルで生まれた。トマスビル市内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としてはアボットのクリーク・プリミティブ・バプテスト教会墓地。 ブルンメルの宿や、教会通り学校、エマニュエルユナイテッドキリスト教会墓地、シャドラック・ラムベスーミッチェル邸、ランドルフ通り、歴史地区、トマスビル鉄道旅客駅がある。トマスビルは、通常、椅子の町あるいは、椅子の都市と呼ばれている。ダンカン・ファイフが作ったアームチェアを、市の中心に高さ30フィートの複製を作って飾ったものが、 街の目印になっている。最初のビッグチェアーは1922年にトマス・ビルチェアー社が作った。市の家具製造業を反映して木材時の川から作られたものだった。しかし、この椅子は15年間雨ざらしになった後の1936年に解体された。1951年、市内の企業と市民団体の協業により、 より大きなコンクリート製の椅子が建てられ、それが現在も残っている。1960年アメリカ合衆国大統領選挙でリンドン B ・ジョンソン候補がその遊説中にこの椅子の上で聴衆に挨拶したことで全国の注目を集めた。さらに大きな椅子が作られてはいるが、トマスビル住人は今でも2つのメインストリートの間にあるビッグチェアが 世界最大の椅子であると豪語している。トマス・ビル氏は、北緯35度53分9秒整形80度4分38秒、北緯35.88583度整形8 0 0 7 7 2二度、3 5 8 8 5 8 3 8 0 0 7 7 2二に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は一点一平方マイルであり、 すべて陸地である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。トマスビルの人口はノースカロライナ州やアメリカ合衆国の他の部分よりも成長速度が高い。アメリカ合衆国国勢調査局の推計による2005年時点のミコは25,872人であり、2000年から毎年6%以上成長していた。 ノースカロライナ州の成長率は1.6%、アメリカ合衆国の成長率は1%である。トマスビルは昔から家具と高級家具の製造に関わってきており、またその卸や小売りも盛んである。トマスビルは市内を本拠にするトマスビルファニチャーインダストリーズあるいは家具会社によって作られた職人芸家具の登録商標として使われている。 トマスビルファニチャーインダストリーズは椅子の会社として1904年の創業であり、1960年代に家具製造会社となった。2014年に残っていた2つの工場が閉鎖した。あとはそのショールームが市内に残っている会社の唯一の資産となった。州内レノアでは各製造工場を創業している。他に市内にある会社としてトラック輸送のオールドドミニオン。 フライトラインがある。トマスビルは、デイビッドソン郡にあるが、市独自の学校体系を持っている。トマスビル市教育学区には、トマスビルプライマリー学校、ディバティドライブ小学校、トマスビル中学校、トマスビル高校の4つの学校がある。デイビッドソン郡教育学区も、トマスビル地域20の学校を持っている。ブライアクリーク小学校、フェアグローブ小学校、ヘイスティ小学校、 ウォルバーグ小学校、フレンドシップ小学校、プロット小学校、イーローソン・ブラウン中学校、レッドフォード中学校、イースト・デイビッドソン高校、レッドフォード高校である。小学校は幼稚園から5年生、中学校は6年生から8年生、高校は9年生から12年生を教えている。トマス・ビルシニアハイブルドックスは2004年から2006年、さらに2008年に、 1> 週一 AA フットボール選手権で優勝してきた。下の表がその結果である。またそのマーチングバンドであるスカーレットレジミントも賞を得ている。2008年11月、グリーンズボロに行ってアシンメトリックス・エント全国高校ステッピングバンドコンペに参加した。ワシントン DC からアラバマ州まで20以上のバンドが参加した中で第1ラウンドは第1位だった。 最終的には第5位となった。ブルドックスは運動競技、特にフットボールでの優秀さを州内で知られている。1995年、ブルドックスは16勝0敗の記録を残したことで、州内初のチームになった。2005年、ブルドックスは、フットボール、女子バスケットボール、男子バスケットボール、男子サッカーで1年の間に優勝した、州内初のチームになった。 優勝記録全米大学体育協会公認の大学夏季野球リーグであるコースタルプレーンリーグに属するハイポイントトマスビルハイトムズがトマスビルを本拠地にしている。2006年から2008年まで3年連続でリーグの優勝杯であるペキットカップを勝ち取った。1935年に建設され市内で歴史あるフィンチフィールドで試合をしている。 1937年から1969年、フィンチフィールドは多くのマイナーリーグチームの本拠地になっていた。アメリカ野球殿堂入りしたエディマシューズも当初のコースタルプレーンリーグに属したハイポイントトマスビルハイトムズでプレーしていた。トマスビルタイムズは週2回発行のコミュニティ誌であり、市内の記事を載せている。さらにトライアド地域で発行される。 ウィンストン・セーラム・ジャーナル、ハイポイント・エンタープライズ、グリーンズ・ボロ・ニュース・レコードという日刊資産誌が、トマス・ビルの記事を扱っている。ありがとうございます。